日本語能力試験 N4 級オンライン講座 JLPT N4 レボオンラインレッスン。では一緒に楽しく勉強しましょう。Let's enjoy studying with me. レッスン1。レッスン1は聴解練習です。レッスン1 is for listening practice. 男の人と女の人が話しています。明日の天気はどうですか？毎日寒いね。凍えちゃうよ。明日も寒いそうよ。そうなの。明日は気温が上がるって聞いたけど。午前中は晴れるけど、午後から雪で寒くなるって。また雪が降るの？晴れたら暖かくなると思ったのに。早く暖かくなってほしいね。明日の天気はどうですか？はい、では一緒に勉強しましょう。Let's study with me. はい、皆さん、こんにちは。はい、では、聴解練習の解説をしていきましょう。I'm going to explain this listening practice. では、読んでみますね。I'll try to read. 毎日寒いね。Every day is really cold. ね。It is cold every day. 凍えですね。凍えちゃうよ。Freezing cold、ね。寒い。すごく寒いですね。凍えちゃうよ。明日も寒いそうよ。そうよ。ね、I hear ですね。It will be cold tomorrow too. そうなの？ It is so. 明日は、これ気温ですね。気温ですね。が上がるって聞いたけど。I heard that the temperature will raise tomorrow. 上がるですね。気温は temperature ですね。気温が上がるは temperature will raise. って聞いたけど、I heard. 午前中 in the morning は晴れるけど、be sunny ですね。It will be sunny in the morning. 午前中は晴れるけど、午後ですね。from afternoon.から雪で、雪はスノーですね。寒くなるって。It will be cold in the afternoon with snow. また雪が降るの ?Oh my god. また雪が降るの ?It will be snowing again. またですね。again. 雪が降るですね。to snow. 晴れたら暖かくなると思ったのに。晴れたら暖かくなると思ったのに。I thought it would be warmer. I thought it would be warm if it would be sunny ですね。晴れたらですね。if たら。晴れるですね。to be sunny。晴れたら暖かくなるですね。become warm. be warm. と思ったのに。I thought. 早く暖かくなってほしいね。I'm looking forward to warmer weather ですね。早く暖かくなってほしい、ね、という文です。はい、クエスチョン。明日の天気ですね。天気はどうですか ?What is the forecast for tomorrow? 明日の天気はどうですか ?1、雪が降って暑くなる。Snowing then hot. 晴れて雪が降る。Sunny then snowing. 晴れて暖かくなる。Sunny, then get warm. 天気が良くて暑くなる。ね、good weather. Weather is nice, then get hot.、答えは午前中は晴れてですね。午前中晴れて、午後から from afternoon 寒くて、ね、雪が降るですね。ですので答えは2番ですね。はい。では N4 級の試験でよく出る文法を勉強しましょう。て、欲しい。て、フォームプラス、欲しいですね。て、フォームプラス、欲しいですね。フォーム、うっぷす。はい。means I need you something to ですね。t
to ask somebody to do something for you ですね。Sentence pattern is borrow telephone plus 欲しいですね。Telephone plus 欲しい。For negative ないで欲しい。Borrow ないフォン plus で欲しいですね。はい、これですね。覚えましょうね。では例文を見てみましょう。Let's see some examples。すみませんが、I'm sorry。ここでタバコを吸わないですね。吸わない。ここでタバコを吸わないでほしいんですか。Can you please not smoke here? ですね。吸わないですね。I need you not to smoke here. ですね。吸わないでほしい。彼に英語を教えてほしい。I want him to teach someone English. ですね。彼に英語を教えてほしい。ですね。夏が早く来てほしい。ですね。夏が早く来てほしい。来る、来てですね。I want the summer to come soon. ですね。夏が早く来てほしい。ですね。これね、彼に、パーソンにですね、英語を教えてほしい。I want someone to do something ですね。これよく使いますので覚えましょう。はい、レッスン2。レッスン2。レッスン2は読解練習です。Reading practice。はい、では一緒に勉強しましょう。Let's study with me. はい、では読解練習の解説をしていきましょう。I'm going to explain this reading practice. では読んでみますね。火曜日と木曜日は燃えるゴミの日です。火曜日、Tuesday and Thursday は燃えるですね。Burnable ですね。ゴミ、ね、Garbage or Rubbish の日です。燃えないゴミですね。燃えないゴミ means unburnable garbage は水曜日です。今週の月曜日は、これは何ですか？これは祝日ですね。祝日。なので、ゴミは出さないでください。Since this Monday is a holiday ですね。祝日はホリデー。So please do not take out garbage.はい、という文です。これカレンダーですね。ちょっと見てくださいね。火曜日と木曜日は燃えるゴミですね。Burnable garbage。で、水曜日ですね。水曜日は燃えないゴミですね。Unburnable garbage は水曜日ですね。はい。で、今週の月曜日は祝日なので、ゴミは出さないでください。今週の月曜日は祝日。これですね。祝日ですね。という文ですね。では、クエスチョンを見てみましょう。はい。今日は金曜日です。Today's Friday. 昨日は何曜日でしたか？昨日は、あ、違うね。今日は金曜日。Today's Friday. 昨日は何日ですね。What date? What day ですね。何日でしたか？ 1、9日。2、16日。3、23日。4、17日。うん。じゃあ、もう一回カレンダーに戻って見てみましょう。Let's go back to the calendar. はい、クエスチョンは今日は金曜日です。昨日は何日でしたかですね。はい。ここですね。今週の月曜日は祝日なので、So, 13が祝日です。あとはこれは祝日じゃないですから、祝日じゃないですね。So, ここの this week ですね。This week がキーポイントです。で、今日は金曜日ですね。昨日は何日でしたか？昨日はこれですね、16日ですね。答えは16日です。
はい。では、N4 級の試験でよく出る文法を勉強しましょう。ということです。ということ means phrase A into a noun ですね。ということです。sentence preform plus ということというですね。パターンですね。では、ちょっと例文を見てみましょう。Let's see some example. 漢字を書くということはとても面白いです。漢字を書くということはとても面白いです。Writing が漢字ですね。センテンスですね。ということはとても面白いです。Writing 漢字 is very interesting. 走りながら、ながらですね。While running. 水を飲むということは難しいです。Drinking water while running is difficult. 外国語を習うということは時間がかかります。Running a foreign language takes time. はい、という文法ですね。ということです。頑張って覚えましょう。はい、レッスン3、第3課。レッスン3は、語彙練習です。語彙と文字と文法の練習をしましょう。レッスン3 is for grammar and vocabulary and words practice。 はい、1番、日本の something にもうすっかり慣れました。日本のプラプラプラにもうすっかり慣れました。1、機械。2、マネキン。3、怪我。4、習慣。So, which one? はい、1、機械、chance or opportunities。2、マネキン。マネキンドールね。3、怪我、injury。4、習慣、custom。そう、日本の習慣に、Japanese custom に、もうすっかり慣れました。すっかりは、これは completely ですね。慣れるは get used to ですね。そう。4番が答えです。はい、2番。昨日のピアノの something はとても良かったです。昨日のピアノの something はとても良かったです。1、プレゼント。2、コンサート。3、テニスコート。4、ベースボール。Which one? はい、プレゼント。コンサート。テニスコート。ベースボール。昨日のピアノの、Yesterday's ピアノコンサートですね。コンサートはとても良かったです。そう、2番が答えですね。3番、出席するかしないか、まだ、プラプラプラ、わかりません。出席するかしないか、まだ、something、わかりません。1、すっかり。2、しっかり。3、はっきり。4、びっくり。そう、which one? はい。すっかりね、completely。しっかり。tightly, strongly. はっきり、clearly. びっくり、surprisingly ですね。surprise. 出席する。出席する means to attend. かしないかですね。whether I'll attend or not. ですね。まだはっきりわかりません。I don't know yet. I don't get clearly whether I'll attend or not. そう、はっきりわかりません。3番が答えです。はい、4番。ホテルの部屋が1つだけ、プラプラプラ、いました。ホテルの部屋が1つだけ、something、いました。1、開いて。2、開いて。3、開けて。4、閉まって。So, which one? はい。ホテルの部屋が一つだけ、
空いていました。ホテルの部屋ですね、ルーム。一つだけ、only one。空いていましたですね、vacant。There was only one room in a hotel ですね。空いていました。only one room is available ですね。あ、only one room is vacant in the hotel。そう、一番答えですね。空いてですね。開いて、to open in transitive。開けて、to open transitive ですね。閉まって、to close。This is in transitive ですね。では、この開いてと開けての違いですね。in transitive と transitive の違いを次のチャプターで勉強しましょう。はい。transitive and intransitive verb 勉強しましょう。transitive ですね。I close the door ですね。他動詞ですね。他動詞。こっちは他動詞ですね。漢字だとこう書きますね。他動詞ですね。こっちは intransitive は自動詞。自動的にの自動ですね。自動詞ですね。閉めるですね。閉める。閉まるですね。I close the door。ドアを閉めるですね。ドアが閉まる。The door close。ドアが閉まる。よく電車で聞きますね。ドアが閉まります。危ないですから離れてくださいとかありますね。始まる。始める。始まるですね。先生が授業を始める。先生が授業を始める。 The teacher starts the class ですね。始める。スタートですね。始まる。授業が始まる。 The class start ですね。溶かす。溶かす means melt。太陽が氷を溶かす。The sun melts the ice。氷が溶ける。The ice melt です。他動詞と自動詞の違い、ちょっと難しいですけどね。まあ、慣れれば大丈夫だと思いますので、頑張って覚えましょう。はい、5番。玄関の壁に帽子が something あります。玄関の壁に帽子がプラプラプラあります。1、かけて、かけて。2、貼って、貼って。3、つけて、つけて。4、置いて、置いて。 So, which one? はい、かける to hang、 貼る to paste、 つける to put on or to turn on、 置く to place。 玄関の壁に、The wall of the entrance、 帽子がかけてあります。ですね。かける、ね、on the wall ですから、かけるですね。 to hang。 そう、一番ですね。貼る、ペーストダメ、つけるダメですね。まあ、帽子を置くなら、例えばこれはシェルフですね。シェルフに帽子をこう置くなら、This is possible ですね。これは玄関の壁ですから、壁に何かハングしますからね。ここに帽子をこう、まあ、こうかける感じかな。帽子をかけるとハングですので、1番が答えです。はい、今日のレッスンは以上です。お疲れ様でした。That's all for today.